どうも、ビーアンです。今回はですね、スマートホームさんという、鳥取県の住宅メーカーさんの、展示場に、プラレールを設置させていただいたので、そのレイアウトを紹介したいと思います。まあ、今回のね、住宅展示場の家なんですけども、すごくおしゃれな中身となっておりまして、ちょっとセキュリティ上 中を撮影することはちょっと難しいので、まあ、レイアウトだけをちょっとお見せしたいと思います。まあ、こんな感じでキッズスペースの中にじゃん、まあ、1畳サイズのプラレールですね。で、今回ね、スマートホームさんのイメージカラーが緑ということなので、橋脚を、緑の橋脚をね、すごく多めに使ってみました。なので、まあ、基本グリプラは緑のレールを使っているので、まあ、橋脚も緑にして、であと坂レールもね、なんとか緑あるだけ使ったりして緑ばっかりにしてみました。で、車両も緑が多めの車両を揃えたりして、本当イメージカラーに合うようなレイアウトを作ってみました。で、今回スマートホームさん用のイベントにね、こういった形でラッピング車両とコンテナにロゴを貼ったりしてオリジナルの作ってみました。先頭車両は以前ナシパンでナシ運搬士で作ってた緑の DD51 を使って、スマートホーム号みたいな感じで作ってみましたね。まあ、1両サイズなんですけど、どうしてもね、この緑の橋脚ってプラレール箔でしか売ってなくて、でしかも 1個が高いんですよね。100円ちょっと、1個が100円ちょっとなので、そんな大量に入手できないので、なんとか今ここまで集めてるんですけども、どうしてもこの高さにしてしまうと内側の分が足らなくなったので、内側にはちょっと黄色い橋脚を使って、外側の外周だけはちょっと緑の橋脚を使うような形で作ってみました。で、まあ、今回1畳サイズの、瀬戸橋の下の段までは基本1本のループで来てまして、で、ちょっといろいろやってみました。今回面白そうだったので、時間に余裕があったんでいろいろやれましたね。で、一応瀬戸大橋の、なんちゃってひな壇、ダンダンダンというような形でひな壇もやってみました。こういった形で住宅展示を、子供のキッズスペースとして楽しんでもらえればなと思い作ってみました。で、今後、今回倉吉の住宅展示場なんですけども、倉吉、鳥取や米子の住宅展示場でも使ってもらえるかもしれないので、その際にはもうちょっと工夫したような形で作っていきたいと思います。で、今日これから展示が始まるので、後日ね、ちょっと全面展望の方もアップしたいと思います。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。